はい、どうも、なおちんです。さあ、今日もワンピースオデッセイ体験版やっていきたいと思います。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、チュートリアルが終わりまして、本編の方に入りました。まだ体験版で進むことができるみたいなので、行きたいと思います。行く場所っていうのは簡単だよね。この赤いびっくりマークとかが出てるんで、目的地はすごくわかりやすい。迷うことはなさそうだね。飛んできたサニーの怒りで崩れたみたいだな。ん？岩の隙間から風が吹いてる。この岩、切るか。お、これで新エリア開放か。行ける場所が増えたね。ここから島の奥に行けそうね。よし、帽子を持っていったやつを探すぞ。点在する遺跡の塔、その構造と配置。私の記憶に間違いがなければ、光の道が天へと続く伝説の島、ワフルド。ワフルド？ワフルド？ええ、ワフルドには大いなる宝があると言われているわ。大いなる宝？どういうことだ、ロビンちゃん。敵？思いっきりのなんか炎属性じゃん。これなんか水っぽいの打てば倒せんじゃない。おいおい、物騒なのが出てきたな。あ、やっぱ敵だ。でも弱点丸分かりじゃない。あ、でも水っぽい攻撃ねえか。ちょっと待って、相手の属性、あー、嘘っぽい。ウソップと波はよくねえな。ちょっと変えようか。うん、緑がいいわ。ちょっとゾロ変えて、でロビンにも変えときましょう。うん、ダメージ多分多く受けちゃうのよね、属性が入ってると。これでいいでしょう。うーん、あ、 LP 全然あるね。どんどん使っていっていいんじゃない。回復もすぐできるし。支援フルール、デルフィニウム。もう HP 高い。あ、でも攻撃力そう大したことないよ。俺がならば、弱点でもないのかな。3000世界ちょっといってみよう。行くぞ三刀流奥義、三千世界。そんなに入んないで、防御力高いのか。ギアセカンド、炎のジェットバザーカー。あ、でもそれでも元々の防御力が高かったんだこいつが。なバフみたいなのないんかな。あ、気絶させるとか。あ、 MP を回復。あ、はい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 、気絶とかそういう感じか。 OK、 いくぞ。アームポイント、黒点ロゼを導いて。あんまり減らない。そんなもんか。おお、範囲攻撃だけども、まあそんなに効かないと効かないね。 OK、 まあ適当に行こう。あれはもうちょっとじゃん。範囲攻撃ばっかりだ。あ、しかも結構効くやつあるね。やけど。なるほど、チョッパーで回復していかないと。でも OKOKOK、 シシソンソン。
一刀流、いよい、シッソンソン。うん、次で倒せる倒せる。いけるっしょ。トレインタフルール、うん、まあ別にボスでも何でもなかったのかな。私の仲間があなたに負けるはずないでしょ。こいつらが麦わらの一味か。なるほど、噂通り役に立ちそうではあるが、さて。あちな、何だったんだよこいつ。どうやって動いてるんだ。燃料もねえようだしな。最後は炎の攻撃も弱まってたな。出てきたぞ。結構だが、敵と味方を見極める冷静さは持ってねえとな。何をしやがった。あの石像には行動範囲がある。そこまで逃げれば大丈夫だ。ついてこい。ここは俺の小屋だ。好きなだけ休んでいくがいい。まあそいつはありがてえけど。信用できないか。とりあえず自己紹介でもしておこう。俺の名はアディオ。職業は探検家といったところでな。数年前お前たちも遭遇した嵐のせいで乗っていた船が沈没し、この島に漂着した。何気に居ついちまってさ、そのままリムと暮らしている。リム？誰だ？そいつだ。なあ！お前さっきのやつじゃねえか！あなたが触れた後に私たちの力が失われたわ。無関係ということはないでしょうね。ええ、私のせいよ。ごめんなさい。でもあなたたち海賊でしょ。しょうがないじゃん。力は戻るのかい。海賊なのは認めるけど、それとあのキューブにどういう関係があるの。この島は不思議な嵐に囲まれていて、普通は島にたどり着くことはできない。船はすべて海のものです。だが偶然漂着できちまうやつがいる。嵐を乗り越えてくるのは海賊が多くて、弱い者にも暴力を振るう嫌なやつばっかりよ。なんだよ、俺たちはそんなことしねえぞ。だから私は力を使うの。手で触れた相手の技や能力をキューブの形にして奪うことができるのよ。それ最強の能力じゃないの。どういう仕組みだ。これは私の一族の血筋によるものだってアディオが言ってた。
つまりあなたはその力で危険な海賊から被害を受ける前に先手を打って力を奪ったということね。そうよ。他にもキューブの情報をもとにして人や動物を具現化したり、キューブの持ち主の記憶の中の世界に入り込むこともできるわ。すげえな。お前も悪魔の実の能力者なのか？悪魔の実？知らないということは、お前の能力は別のものみたいだな。そんな能力あるんかい？それで、失われた能力を戻すことはできないのかしら？大丈夫。飛び散ったキューブを見つけて、再び定着させれば。そうか。じゃあ探しに行こう。それしかなさそうね。よし、その捜索、俺も行こう。え、あなたが？さっきも話したが、リムとはこの島で出会ったんだ。血のつながりがあるわけじゃないが、今は親代わりみたいなもんだ。だから、俺も手伝わせてもらうぜ。新世界のご多分に漏れず、この島も特殊な性質を持っているからな。外の世界の常識が通用しないことも多い。手始めにそのあたりのノウハウをあまり危険のない洞窟で学んでみたらどうだ。運が良ければキューブも見つかるだろうぜ。危険がないだって？まあ、それなりに準備をしていけばそこいらの人間でも帰ってこられる危険度かな。本当か？騙してんならただじゃおかねえぞ。安心しろ、そんなつもりはないさ。アディオは何者なんだ？まずは世界政府のやつとかそういう感じかな。上に上がったりとかできるわけね。あ、でもそうか、手が伸びないのか。そうか、力を失って手伸びないんだ。何かと不便になった。おっと、宝箱は取れる。ブロンズバットのスープ、食べ物。あとは特に何もなさそうですね。あ、飛び降りたりはできないんだ。一回一回この階段を使わなきゃいけないわけね。はい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 。あら、他にはなんか、ここ、宝箱あった。ペスカトーレ、食べ物か。装備とかないんかね。装備ってないの？ちょっと待って、レベル1になってる。こっからが本当のスタートか。あ、そういうことか。なるほど、レベル1だわ。はい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 。力を奪われてレベル1になったっていうことね。なるほど。あ、装備とかそういうのは、あ、多分この真ん中にあったりするやつか。はいはい、体験版では装備とかそういうのはないっぽいね。はいはい。じゃあ、お、ちょっと待って。え、ブルックじゃん。いや、でも本体がいない、本体がいない。まあいいか、ちょっとその洞窟っていうところに行ってみようか。おい、ルイ！てめえらか、ずっと見てやがってな。これがここのボスだな。うん、途中で出てきたやつの3体じゃん。ウソップ、あんたの技でなんとかならない？やってみる価値はありそうだな。荒くれ者。あ、荒くれとついたやつは強いのね。はいはい。んで、攻撃には、あー、なるほど、属性があるんだ。それをうまく使えということね。 OK、 わかった。で、ダメージアップにはウィーク、あー、ダウンにはレジストって書いてある。オッケーです。わかった。ああ。では、まずは、ゾロから行ったがいいね。全体攻撃あったんで。いけ。一発でいける？お、いけた。
いけるか。あ、やっぱ属性が乗ってたりするとすごく効くね。あ、ちょっと待って、ならば、ウソップって言ってたな。ウソップのこの属性の攻撃を入れてみましょうか。こちら炎属性のスピード、あ、でももともとがダウンだからあんまりダメージは入んないか。半分、あ、でもいけるか。炎になったってことは敵が赤だから、誰がいいっけ、ナミとかがいいのか。あ、違う、ロビンだ。ロビンの攻撃が効くんだ。だね。トレインタフルール。あー、でも倒せるまではない。ぶっ飛ばしてやる。ルフィでアラクレを倒せ。お、いける。吹き飛ばす効果。お、オッケー、わかった。ゴムゴムのバズーカ。ナイス。この経験値ボーナスって美味しいね。もう倍になるんだからね、もらえるやつが。これ、それ相当美味しい。よっしゃ。レベル7。ここまでか、体験版ここまでです。あ、なるほどね、一章ぐらいまで、体験できるんだね。はい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 。いや、でもまあ戦闘の仕方とかがもう完全に分かった感じでいいんでしょう。で、体験版のデータを製品版に引き継ぐとアイテムがもらえる、ラッキー。はい、ということで、今日はワンピースオデッセイの体験版やってみました。体験版自体はね2時間かかんないね。1時間半ぐらいで、終わりますけども、面白かったね。これは製品版がかなり楽しみです。はい。やっていきますので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。